1、2、3。なってるんかな。先端は突然的だけど。前はでも後ろで出てますけど、うん、でも3ヶ月ぐらいですよね、前からは、見る？先生先生、先生くれてる、先生くれてる、先生くれてるの、ごめんごめん、嫌なの、嫌なの、嫌なの、キリキリしてくれてるんだから、分かった分かった、ごめんなさい、もうちょっとで終わるから、もうちょっとで終わるから、そそやな、あ、怒ってる、はい、大丈夫です、はい、ケーキ見せてあげるか、まあ、ここは背中の方は溶かしてるんですかね、こっちブラッシングしてますよ、あんまやってない、いや、この子は自分、この子の口が自分で毛づくろいするところがカペカペになってるんだね、もう誰で、はいはい、すいません、ラキサコン詰めてくれる？これは好きなのかな、この子、お薬はどうなってます？今は。お薬は真面目には浴びてないんですけど。残ってますか？ちょっと残ってますけど、ラキサコンにこうやって混ぜて。あ、やってるわけね。水でちょっと溶いたやつにラキサコンもガーッと混ぜて。
注射器で。あ、そうか、スルーじゃないんだ。はい、わかりました。じゃあまあ、いる分だけ出していってもらう。まあ、今日言われてますから、はい、じゃあまあ、こんなところですかね。だいぶ取れましたね。すごいですよ。しっぽやると怒りますかね。なんかこれ黒いというのがずっとついて。黒いですね。黒いですね。電話繋がってる？いや、福島さんの芝居に乗せたりとかを、うん、今から決めとこう思うんですよ。合わせてほしいからっていうふうに。で、今、連れてくるね。今から行ってもいいですか？あ、そういうことか。今から皆さんに買ってきておりますので。わかりました。はい、そうね。まあお家でもさ、溶ける範囲で取り出してください。はい、スプレーはありますよね。あります。そう、これやるだけでさ、見た感じがわかりますもん。でもこう夏がしんどかったと思うけど、涼しくしてもらったんですよね。ずっとエアコンの部屋で。そうですね。うん、まだちょっとあの温度差が今度つくからさ、この後でね、つけといてもらって温度差がそれつかないようにしといてもらうといいですね。はい、タビちゃん、おしまい。すごいね。おしまいだよ。なんとか誕生日まで頑張ってほしいですね。生まれたからね。じゃあまあ、ラッチャトンとかあるんですかね。また言ってくださいね、受付の。はい、じゃあ、ともに行ってみてね。すごい声だ。ありがとうございます。はい。終わったよ。すごいでしょ。こんなに取りましたから。じゃあ、また、あの、爪の方は言ってもらえると、はい、手渡させてもらいますからね。はい、そんなで取れました。